僕らは入れてほしかった。ずっとうまくボールは回るんだけど、今度守備になったら中盤でこう取れなくなって、苦しい、 1-0 で勝ってるけど苦しい苦しい。采配的にやっぱり連れていったのが響いたよね。ロッカールームの雰囲気どうだったの、あれも。もう内容が一番悪かったんで、イラク戦の前半が。点は取ってたけど、もう押されっぱなしで、苦しくて、向こうが出場停止が多くて、オフェンスの選手ばっかり出してきたの。もうサイドバックも、もうフォワードの選手出してきたりとかして、もう攻撃的に行って、向こうも大量得点、日本で取ったら、ワールドカップ行ける可能性もあった。で、ハーフタイムの時は、もう俺もきつくて、もう喋れなかった。1-0 で勝ってるけど苦しい苦しいっていうところだったですね。ハーフタイム終わった頃に1試合終わった状態だったんですよ。あの暑さでな、もう暑くて、俺ら短パンでね、 T シャツで座ってるだけですごかったもん、はい、あの蒸し暑さはもう、はい、もう異常ですね。暑くてわーって言ってる時に、オフトさん、オフトがもうシャラップってボードバーン叩いて静かにさせて、で、あの Go for USA かな、なんかでパッて書いて、もう45 minutes って書いて Go、 もう何の指示もなしに Go っつって、だちょっとだから冷静さ、やっぱり初めていける 1-0 でも内容は苦しい、このままいけるかどうかっていう自信はない 1-0 で、我々も冷静にもやるしかねえんだから、やろう、行こうって言って出て、そして始まった早々に、相手のラディ、センターハードだったと思うんだけど、僕ついてたの。ずっともう彼がキーマンだったからついてて、でどっちかっていうとイラにこうカバーリングさせてたの。それが振り向きざまに思いっきりこの辺パンチ食らってバーンと殴られて、もうビデオあったらアウトですよ今じゃ殴ってでしょ、こうやってボールが、あのこっち僕ら攻めてる時にボールが向こうある時に、全然プレーと関係ないところだよ、うち攻めてボールが向こう行ってレフェも全部見てやる時に振り向き坂にバーンって来ましたからね。暑い中だから、その中で冷静さを保つとか、なんかクリアにするっていうのはなかなか両チームできなかったんじゃないかな。もう苦しいっていう、とにかく暑くて、でももう目標のために勝つためにやるんだみたいな、その意志しか、体きつい、もう意志しかない、動かしたら全ていいし、僕らは北沢を入れてほしかった、ずっと。でベンチに北沢北沢出してくれって言ったら、もう中盤がきつくて、4-3-3になったのってあれ、もうあの北朝鮮戦から勝たなきゃいけないから長谷川健太を入れて、で 4-3-3 になった。で左にその代わり勝也さん入れて、守備を逆に固めて 4-3-3 で、でラモスさん左、右に吉田さん、真ん中にあの森保って形で行くぞみたいな。だからもううまくボールは回るんだけど、今度守備になったら中盤でこう取れなくなって、ぐん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 来られた、苦しくても最後で中盤も機能しなくて、で前からも追えなくて、できついから 4-4-2 で北沢入れてほしかったの。コーナーキック
の瞬間って柱谷さんどこのポジション？いや僕真ん中にいて、うん、で勝谷さんが滑ってで届かなくて松永さんがパンチングしたのね、逃げたの。センターで予測してちょっと動いたら逆の方に入りそうになってそれを逃げた。でそれでコーナーキックの後に勝谷さんがもう動けない、もうゴールライン上でスライディングした後をなかなか立てない。それでレフリーにもうノータイムって、でフィニッシュフィニッシュって言ったらもうワンモアプレーだって言われたの。オフトさんも、あ、オフトじゃない、ラモスさんもそれでバー言ってて、そしたらもうワンモアプレーって言って、うわこれでもう来た来た来たみたいな、最後だぞみたいな。そこでショートでみたいな。でショートは本当に予測しなかった。本当に最後の最後はもうこうバッとこうニアサイドのところでね、もう絶対やられないと思ったけど、ふわっと出てきてヘディングスパーンってやられた時に、あれふわっていったから、あれ松永さん取れんじゃないのこれ、え取れないのって入ってった、あーみたいな。スローになりましたよね。あなんかもう本当スローモーション見てる状態で終わったらどういう雰囲気だったか、ローカルも。いやもうチーンですよ。もうあの涙と鼻をすする音ばっかりですよ。だからもう松永さんがもう大声出して泣いて、僕自身はある程度ピッチで泣いて収まって、でロッカールーム入った時にもう大声でもう泣いて、あとはもうあの当時からロッカールームをきれいにするのは当たり前だったので、で沢登りとかそのサブの選手がユニフォームをビニール袋に入れたりとかで履いて、ね、掃除してるやつとか沢登りがもう泣きながら履いてたりとか、もう地獄地獄ですよね。考えてみたらあれで日本のあの国民がサッカーに目覚めたのね。菅野のばちゃんたちらが初めてサッカーを知ったっていう。卒園のがやっぱりすごい勇気のあるチームだったと思う、僕はあのチームは、うん、とても面白い、こう我が先に言う気の強いやつの集まりで、うん、誰一人にも引かねえみたいな、うん、なんか面白いチームだったんですけども、でも最後は力尽きたって感じですね。難しかったんですよ、あの当時。あのやっぱり勝ち抜くのはね、枠がね、あの1つ少ないだけでね、あと30人になっても結構ね、あの2つグループに分かれてやるとかね、いろいろあったんですけども、やっぱり結構ある程度負けてもいけたっていう、ワールドカップも結構あの彼らの時代と比べたらね、あれは結局今だったらいけたんですよ。勝ち点も変わったんですよ。そうです、勝利が2だったのが3になったんです。だからね、やっぱりその厳しさが違うよね、これね。あとにサッカー協会がやっぱアジアでセントラル方式だとやっぱフリーだと、中東の方のやっぱり中東の笛とかなっちゃうし、まあ、絶対にセントラル方式じゃなくてホームアンドウェイでやらなきゃいけないんだっていう交渉で、フランスの時はホームアンドウェイで全部やってるはず。だそこのやっぱ頑張りも、協会の頑張りもあったと思いますよ。新しい中国が入ったから、ここがちょっとポイントになるんじゃないかなと。オリンピックで成長してどんだけ A 代表に入ってこれるんだっていうところを注目したいですよね。落ちたやつは新モーグルでやらないと二度と戻って日の丸つけられねえぞ。Vamos registrar o meu canal.